俳優伊藤沙莉が主演を務める連続テレビ小説虎に翼がつど前8時 NHK 総合土曜日は1週間の振り返りがつ近前7時30分 NHKBS BS プレミアム 4K の第11話が15日に放送され、かなえ森田もちともに注目集まっている。第11話は生徒数が減り存続の危機に陥る名ただし大学女子部、宣伝のため2年生の虎子伊藤沙莉たちは先輩の久保田小林涼子中山安藤凛子と校庭劇を上演することになる。演目は実際の判例をもとにした毒まんじゅう事件、脚本は涼子桜井由紀が担当、米土井詩織でさえ居場所を守るために参加するといい喜ぶ虎子。準備のため虎子の家に集まって衣装制作を行うことに。しかし花江森田もちとも行かない顔でというストーリーだった。